ら知る。生姜料理にはね、決まりがないの。好きなのようにやってください。ふれふれふれ、おいしそうにできました。こんにちは、赤メガネのとこさんです。よろしくお願いします。30年前から生姜料理のお店をやってます。よろしくお願いします。おすすめのアップル豚ジンジャーを作りますね。子供たちもきっとね、大好きになると思います。ね、今日はね、半分だけ使います。で、皮を剥いて半分は細かく、半分はすりおろします、ね、そうね、4等分ぐらいにして細かく切りましょうか、ね。例えば私ね、包丁の持ち方ちょっと耳に変わってる。もうこの辺持っちゃうんですよね。それでね、ここに当ててやるから目つぶっても全然平気で切れちゃう。不思議がられますね、いろんな方に。で、玉ねぎも使うので、玉ねぎ、これはね、スライスにします。これもスライス、はい。このリンゴは後で生姜と一緒にすりおろします。これだけ準備ができたら焼き始めます。まずこの小麦粉に、もう細切れでいいです。もうそんな高いお肉じゃなくて細切れでいいです。上に小麦粉つけますね。これをやるとね、とろみが少し出て美味しくなります。まあ、本当は広げてやった方がいいんでしょうか。アバウトにまたやっちゃいます。よしよし、これでいいです。今日のお料理はクラッシルのアプリで森島って探していただくと出るそうです。ちょっとわからないので、私もやってみようと思ってますので、ちょっと見ていただけたら嬉しいです。じゃあ火をつけます。ごま油で今日はやります。炒めます。玉ねぎとリンゴ、中火ぐらいで大丈夫です。玉ねぎがしんなりしてきたら OK です。はい、こんな感じですね。はい、小麦粉をつけた肉を投入します。玉ねぎから炒めます。うん、やっぱりね、玉ねぎがしんなりした方が美味しいかな。もうシャキシャキのが好きだったらもう逆にしてもいいし、生姜料理にはね、決まりがないの。好きなのようにやってください。はい、このぐらいになったらちょっとね、全体に火がお肉に入ってきたら、4分の1くらいかな、カップで入れますね。はい、これね、前回作っただしつゆです。それを入れました。本当に便利なんですよ、これ。そしてここに半分残ってたリンゴすりおろします。リンゴってね、そんなに甘くならないんですよ、料理醤油と混ぜると。そしてここにこの生姜を、そうね、どのぐらい入れようかな、 10g ぐらい入ってんのかな。もう効かしたい人はいっぱい入れてもいいし、こんなもんかな、ね、アバウトでしょ。美味しければいいんですよ。美味しそうにできました。ふれふれふれ、はい、できました。もういっぱいのキャベツの上に乗せますけど、実はね、私お皿作ってんですよ。お店のお皿は全部私が作ってます。もう楽しいんですよ、器作るのって。さあ、このたっぷりの玉ねぎじゃないな、これキャベツだ。これにね、乗せていくんですよ、こうやって。このキャベツと一緒にね、
食べるのが最高に美味しいんですよ。ほらほらほら、グリーン系、やっぱり色味は大事ですから、トッピングは必須です。一味、七味でもいいですけどね、こういうちょっとピリッとしたのをかけるとすごく美味しくなります。完成しました。アップル豚神社 KBJ+O で作りました。簡単、便利、常備できる、プラス美味しい、その言葉を流行したいな。これから生姜の国っていうお店をやろうと思ってるので、まあ、そこでは、まあ、今までの私がやってきたことの集大成のお店です。ぜひ会いに来てください。お願いします。じゃあいただこうかな。いただきます。このキャベツとのね、一緒に食べるのが美味しいんですよ。いただきます。やっぱり美味しい。撮ってるカメラの方たち、ぜひ食べてもらいたい。美味しいですよ、アップル豚ジンジャー、本当に美味しいんですよ。やっぱり小麦粉をつけて焼くっていうのがこの豚ジンジャーのポイントかな。とろみも出るし、リンゴとそのだしとの何、いい感じの味になってますね。もうコメントすっごい下手なの。でも美味しいことだけは言えます。ぜひ試してください。